宇都宮健児候補都知事に押し上げたいと思う私たち、そして希望の街東京つくる会の宣伝課をお借りしまして、こちらで宇都宮健児候補の応援演説を青年学生が行っていきたいと思います。どうぞご協力よろしくお願いします。そして本日は日本共産党副委員長であり参議院議員の田村智子さんが応援に駆けつけてくれました。田村智子さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日は20代中心に若い皆さんが宇都宮健児さんを都知事にしたい、この思いで今リレートークを続けています。私は日本共産党の参議院議員田村智子です。あの桜を見る会で安倍総理がどれだけ無責任な政治をやってきたか、政治の私物化をやってきたか、本当に皆さんの中に大きな怒りが広がったと思うんです。政治を変えたい、そう願う皆さん、政治を変える一番の力が選挙です。明日が投票日の東京都知事選挙で、皆さんの一票は必ず私の意思表示として政治家たちに、安倍総理にもその声示す大きなチャンスになってまいります。若い皆さんがなぜ宇都宮健児さんを応援するのか、その一つには皆さん、この新型コロナでライブハウスがもう潰れるんじゃないか、小さな映画館がもう廃館になってしまうんじゃないか、この状況がこの渋谷の中でも広がってるんじゃないでしょうか。若い皆さんは今年もう2月からですよ、自粛と保障は一体だ、ライブハウス潰さないでほしい、文化や音楽や芸能に関わって生きてきた人たちの収入が断たれてる、その収入を保障してほしい、この思いで何人も何人も国会に足を運んでくれました。野党はみんなで2月3月と自粛と保障はセットだ、国が責任持ってお金出してライブハウスを潰すな、映画館を潰すな、文化や音楽芸能、この感染者もうね、収入断たれてその道諦める、こんなことのないように声を上げ続けたんですよ。だけど皆さん、安倍総理の答弁はたった一言です。保証はできません、赤字の補填はできません。コロナ禍で若い皆さんも、そして野党も、私たちが応援する宇都宮健児さんも、本当にね、必要なのは借金を忘れることじゃないと、収入が断たれたらお金借りればいい、それじゃダメなんだ、現金をよこせと、国の責任で断たれた収入をなんとかなんとか支援をしてほしいと、本当にたくさんの法案を出して政府と与党に迫り続けてきたんです。誰一人区別なく給付金を払う必要があるんだ、事業所にライブハウスとか家賃が大変だから一刻も早く家賃の支援をするべきだ、法案も出しました。学生の皆さんが大学に入ることもできないのに授業料だけは満額納めなきゃいけない、おかしいじゃないか、授業料は国が半額負担する、そういう法案も野党は一緒になって提出しました。こういうことを皆さん、コロナの下でみんなが求めているんじゃないでしょうか。この渋谷の街から文化の火を消してほしくない、若者の文化の火を灯し続けてほしい、そう思う皆さん、今の安倍
政権に、現職都知事に私たちの政治を任せるわけにはいかないんじゃないでしょうか。宇都宮健児さんと一緒に収入が断たれている事業所、収入が断たれている皆さん、その暮らしとそのなりわいを守るための東京都を作っていこうではありませんか。宇都宮健児さんをどうぞよろしくお願いします。皆さん、今日流れたニュースでは東京都で確認された感染者は本日131人になったそうです。3日連続して100人を超えて感染が拡大しています。今日渋谷に来られた皆さんも不安を抱えながら渋谷の街に来られたと思うんですよね。経済を回しながら感染の拡大を抑えるためにどうしていくのか、これもね、はっきりしてます。 PCR 検査ちゃんとやるしかないんですよ。今ね、100人を超えて、現職の都知事ってこれ選挙になってるのに、選挙戦の演説とか一切やらないんですよ。やらないけど記者会見だけやってるんですよね。言いたいことだけ言ってるんですよ。で、記者会見見てみましたか、皆さん。夜の街、要注意って言われたって、それで本当に感染の拡大止まるんでしょうか。ホストクラブで働く皆さんに、どうか検査を受けてくださいって昨日都知事は言いましたけれども、一体東京都は誰を対象に PCR 検査をやっているのか、皆さん分かりますか。私も分からないんです。だって発表してないから。もっとね、経済回すって言うんだったら、感染拡大しそうなところは東京都が責任持ってお金も出して PCR 検査やっていくから、皆さん協力してください、ここで検査やりますよ、こういうことしっかり示すべきなんじゃないでしょうか。それもなくてね、まるで感染が広がっているのは夜の街で働く人の責任だ、そこに行く人の責任だ、だって経済回すって判断したのは都知事じゃないですか。夜の街どうぞ動いてくださいって言ったの都知事じゃないですか。ちゃんとどういう検査をやるのか説明してほしい。実は宇都宮健児さんはこの東京都知事選挙のさなか、現職都知事に質問状を出しました。ツイッターで宇都宮健児っていうふうに検索かけていただければすぐに分かります。ぜひこの場から見てほしいと思うんですけどね。一体東京都でどういう検査をやるつもりなのか、今東京都の感染状況がどうなっているのか、どういう戦略を持って今の感染を抑えるつもりなのか、こういうことをですね、宇都宮健児さん真正面から現職都知事に質問をしているんです。でもまともな回答、私たちの不安に応えるような記者会見は全く行われていない。やったことは何か、安倍総理はアベノマスク、現職都知事は東京アラート、レインボーブリッジが赤くなっただけ、これが感染拡大の防止のどこに役が立ったんでしょうか。皆さん、私本当に怖いのは、安倍政権、そしてその安倍政権に応援されている現職都知事、あまりにも医療とか公衆衛生とかその専門的な考え方、分析、それを軽んじてるんじゃないか、こう思える人なんですね。びっくりしましたよね。専門家会議も廃止なんですよ。しかもね、昨日その廃止を決めたんですよ。正式に昨日決めました。東京で感染が拡大しているときに、どうやって決めたか知ってますか。政府対策本部っていう全ての大臣が加わってる会議があるんです。新型コロナの政府対策本部、その対策本部の会議をやらずに持ち回りで専門家会議の廃止を決めたっていうんです。こんな感染拡大しているときに会議もやらない、専門家
ているところを空白にしてしまう、こんな無責任な安倍政権に私たちの命を、感染症の対策を任せるわけにはいかないんですよ。だから私たち野党は宇都宮健児さんを都知事に押し上げて、この安倍政権に物言う東京都を作っていかなきゃいけないと思うんですね。明日の投票日、どうか皆さん宇都宮健児、宇都宮健児とお書きいただきたいんです。宇都宮健児さんというのは日本弁護士会の会長を務めてこられました。どういう仕事をしてきた弁護士か、これも皆さんこの場でぜひ検索してほしいんです。宇都宮健児 NHK っていうふうに、ね、検索しますと有名な番組で宇都宮健児さん特集された番組が出てくると思います。サラ金、高い金利で自己破産に追い込むような、そういう商売がのさばっていました。目ん玉くり抜くぞ、お前の臓器を売れ、そうやって借金返せと、ヤクザですよ、そういうヤクザのような人たちが高い金利でお金を貸し付けて、たくさんの人の人生を破壊してきました。その相談に乗って、そのヤクザのような金融業界と高い金利の問題で戦い続けたのが宇都宮健児という弁護士だったんです。これで命を救われたという人が日本中にいるんです。こういう人の相談に乗るんでね、宇都宮健児さんは貧乏な弁護士なんです。大してお金が入らない弁護士、それでも困った人の立場に立ち続けて政治にも物を言い続けました。あのリーマンショックの時にはこの渋谷の駅や新宿の駅で私も街頭労働相談というのに、街頭生活相談というのにも取り組みました。仕事を失い住まいを失った人たちが続々と押し寄せる、この人たちの生活を人生をどうしていったらいいのか、あのリーマンショックの時に私も本当に思い悩みました。その時派遣村の村長となって住まいを失った方々の人生やり直しの道を一生懸命切り開く、その仕事をした一人が宇都宮健児さんなんです。この時の運動の成果で今住居確保給付金という制度ができました。家賃が払えずもう追い出されそうになっている方は、これ今からでもですね、どうぞ皆さん自治体に電話して住居確保給付金を申請したいんですって言ってください。お金をね、家賃の負担分として出してくれるんですよ、給付してくれるんですよ。これは宇都宮健児さんがこの派遣村の取り組みやった、そういう市民団体の皆さんが国や東京都に家賃が払えず住まいを失う人がたくさんいるんだと。この新型コロナのもとでもそうです。特に大都市は家賃の負担が大変なんだと。これで生活破綻にならないように家賃支援の給付金が必要だ、こういう要請行動を何度も何度も何度も繰り広げて作らせてきた制度なんです。宇都宮健児さんは現に困っている方々のその生活を支えるための制度を作ってきた方です。都知事に押し上げていけばもっともっと暮らし応援のために東京都の予算動かすことができるはずだと思います。皆さん一緒に、ね、今困っている方声上げて、ね、一緒にその困りごとに寄り添う政治を、その困りごとを解決できるよ、あなただけの責任じゃないよ、みんなで一緒に考えて、ね、明日の希望が見える、そういう東京を作っていこうよと宇都宮健児さんと知事にして一緒に歩んでいこうじゃありませんか。よろしくお願いいたします。皆さん本当にこのコロナの問題で政治は何のためにあるのか、このことが見えてきて
でしょうか。現職都知事の選挙候補というのが新聞に織り込まれて、私も全員の候補のね、このが織り込まれているんですけど、現職都知事のを読んでみて、私ちょっと驚いたんですね。まず真っ先に何て書いてあるかっていうと、稼ぐ東京を作るって書いてあるんですよ。確かにこれまでの東京都っていうのはオリンピックのためにたくさんの再開発をやってきました。超高層ビルがどんどん作られていくことを国と一緒になって応援してきました。その結果がどうでしょうか。満員電車すごいですね。年を追うごとにあまりにもひどい満員状況になってるんじゃないでしょうか。もうとてもじゃないけどマスクしてたくて、皆さん感染が怖くて、もう電車じゃなくて自転車で通うっていう人まで増え続けてますよね。こんな風に交通量がどうなるのか、電車の満員状況がどうなるのか、そんなことお構いなしにもっともっと人と物を東京に呼び集めるんだ。こういう開発が次から次へと行われてきました。そしてまた今この上空を大変低い位置で飛行機が飛んでいきましたけれども、海外からもっともっと人をですね、東京に呼び寄せなきゃいけないんだ。羽田空港は飛行機の便を増やさなくちゃいけなくて、そのためには今まで海側を通っていた飛行機が地上を通って羽田空港に離発着することにする、決めてしまいました。東京都の中では自分たちの家の上空を飛ぶ飛行機とても不安です。そりゃそうです。飛行機ってのは落下物がつきものですから、防ぎようがないんですから、ね、上空の冷たい空気に触れた飛行機は大きな氷の塊が羽につくんですよ。だから必ず落下物っていうのが避けられないんですよ。これが自分の家に落ちてきたら、保育園に落ちてきたらどうなるんだ。こういう不安からたくさんの都民がこの羽田空港地上を飛ばすのやめてくれ、運動を繰り広げました。でも東京都知事はこれを無視しました。国も無視しました。今海外から飛行機なんかほとんど来てないですよ。なのになんで地上を飛ばすんですか。諦めろってことなんですよね。反対運動なんかしたって無理だよ。あなたの声は政治に届かないよ。その象徴として飛行機地上を飛ばし続けてるんじゃないでしょうか。宇都宮健児さんはこういう都民のさまざまな運動にずっと耳傾けてきました。7年間都議会を傍聴し続けてきました。各地でさまざまな運動に取り組む方々と懇談、一緒に要求の運動を繰り広げてきました。稼ぐ東京じゃないよ。そうやって大きな道路を作るお金、巨大なビルで開発するお金、それをちょっとでも暮らしに回して作るんだったら都営住宅でしょ。安い家賃で入れる住宅、若者だって利用できるようにしようじゃありませんか。作るんだったらお庭のある保育園ですよね。作るんだったら減らしてきた保健所ですよね。こういう都民の暮らしを応援する側に予算の一部を振り返っていけば、私たちの暮らしを支えていく東京都の政治ができる、こういう政治を国民が求めているということを安倍政権にも示すことができるんじゃないでしょうか。皆さん、今日若い皆さんの訴えの中では、ブラック企業と戦ってきたのが宇都宮健児さんだ、だから宇都宮健児さんを東京都知事にしたいんだ、訴えがありました。本当にそうです。この
民の給付金や休業手当、これが届かないのはどういう人でしょうか。日雇いで働いてきて住所を失ってしまった方、給付金も届きません。休業手当、ブラック企業でね、もう使いたいように若い人たち使ってた企業が休業手当払うなんておよそ考えられない。ハローワーク行って休業手当の助成金、このね、申請やるような書類も出してくれない。これがブラック企業なんですよ。失業のための手当、その制度さえも使えない。そのための書類がもらえない。こういう弱い立場で働く人たちが本当にたくさんたくさん作り出されてきてしまいました。なぜか人件費は削っていい、そういう政治が自民党公明党の下でずっと続けられてきたからではないでしょうか。この政治の流れに立ち向かうのが宇都宮健児さんなんです。ブラック企業を規制する、働く人たちの権利を守る、長く続く仕事は長く働くのが当たり前、生活できる給料を払うのが当たり前、それをこの東京都から作っていきたいというのが宇都宮健児さんの思いなんです。若い皆さんと一緒にこの宇都宮健児さんを何としても都知事にして、皆さん人間の使い捨てやめろ、人権費削って当たり前、こんな社会はもう変えていこう、この声を示していこうではありませんか。よろしくお願いいたします。宇都宮健児さん、この都知事選挙は子どもたちのためにどういう東京を残すのか、どういう東京を作るのか、それが問われる選挙だと訴えてこられました。これ先々のことだけではありません。今も切実な問題です。今ね、学校休校が終わって学校に子どもたち行くようになりました。先ほど学校の先生からちょっとお話聞いたんですけどね、今残念ながらこの東京都では学校の中でも新型コロナの感染が始まっているんです。で、先生はね、子どもたちとっても不安だから大丈夫だよ、そうやって励ましてるって言うんだけど、その心の中は本当に大丈夫かなっていう自分も不安も抱えてるっていうんですね。そうなんですよ。今ね、学校の先生方からは先生のところも PCR 検査やってほしいって声が上がってます。で、学校の中に感染ないよと、もしも感染している人がいたらいち早く見つけてちゃんと休んでもらってですね、感染を学校の中で広めないようにする、これ東京都がそういう検査をやりますと言うべきなんじゃないでしょうか。ところがね、特別支援学校という障害をある子どもたちが通う学校で先生の感染が見つかったんですよ。なのにね、学校全ての PCR 検査さえやらないんですよ。だから後からまた感染者が見つかるなんていう、こんな事態が起きてるんですよ。現職都知事は何をやってるのか、子どもたちの命を守るつもりがあるのか。宇都宮健児さんは PCR 検査毎日毎日2万件できるように戦略持って、まずはここでっていうふうにね、学校とか医療とか介護とか保育所とかそういうところを優先的に PCR 検査できるようにしていこう、みんなが安心して病院とか介護施設とか学校とか保育所が利用できるようにしよう、こういう政策も掲げているんです。皆さん、宇都宮健児さんを都知事へとどうかどうか押し上げてください。最後に皆さん、今度の選挙はかつてないことに私たち野党が一つになって宇都宮健児さんを応援する選挙となっています。それはなぜか、今お話ししたように真っ先にやったのはアベノマスクみたいなですね、本当にとんでもない安倍政権に新型コロナの問題で政治を任せるわけにはいかないからです。それだけじゃないですね、
今現職の議員が次々と逮捕をされています。あの広島では法務大臣になった方がですよ、お金1億5000万もらってそれを安倍さんからですって言って次から次へと現金を自民党の議員たちに渡していた、このことが明らかになっている。なのに安倍総理はこのことについてただの一言も私たちに説明をしようともしない、国会を閉じてしまった。皆さん、こんな政治を黙って許していていいのかどうかが問われているんじゃないでしょうか。誠実な政治、正直な政治、公正な政治、命と暮らしを守るために本気になれる政治、それを私たち野党も全力で作り上げていくために頑張っていきます。どうか皆さん、その大きな一歩としてこの東京都知事選挙、明日が投票日です。宇都宮健治、宇都宮健治とお書きいただきたい。まだよくわからないという方はこの場からぜひ検索をして、どういう人か、どういう政策を掲げているか、ぜひ見ていただいて宇都宮健治さんにその一票を託してください。半分の人が選挙に行っていないのがこの東京です。その半分が動けば政治は変わります。みんなで一緒に新しい政治、希望の街東京